いないいないばあ悪い子電車ガタンゴトン。アンパンマンは元気な男の子。けれどアンパンマンはとっても悪い子なんです。おうちでアンパンマンゲームは1日1時間だけってお約束したよね。わかってるわかってる。ちょっと、もう3時間経ってるよ。なんでまだやってるの？あっかんべー。そうです。アンパンマンはお約束を全部破っちゃうんです。公園でアンパンマン、次あたちがブランコやりたいでちゅう。わかったわかった。次は赤ちゃんマンに貸す。約束ね。いつになったら貸してくれるんでちゅか？約束は破るためにある。あはは。アンパンマンの嘘つき。幼稚園で今日幼稚園終わったら一緒にお家で遊ぼう。3時に学校で待ち合わせね。うわーい、アンパンマンと遊ぶ約束をしたぞ。楽しみだ。アンパンマン、いつ来てくれるんだ。しくしくしく。ばいきんまんと遊ぶ約束をしてたけどめんどくさくなっちゃった。お約束を破ってばっかりのアンパンマン。遠くから真夜中の踏切がカンカンカンと鳴り出します。ガタンゴトン。悪い子電車が参ります。うわー。約束を守らない悪い子アンパンマンは悪い子電車に連れて行かれてしまいました。そしてもう二度と約束をすることができなくなってしまったとさ。良い子のみんなはちゃんとお約束を守っているかな？お約束を守らないとママやお友達はとってもとても悲しい思いをするんだよ。ちゃんとお約束を守って笑顔でみんなと過ごしてね。動画は楽しかったかな？他の嫌だ嫌だの悪い子誰だシリーズを見たい子は動画の説明欄を見てね。たくさんあるよ。